ベイリー機関銃は19世紀後半に開発された機関銃。有名なガトリング砲と同じ多重新型でベルト球団方式を採用した最初の機関銃である。一般にはベイリー機関銃と呼ばれるが外部動力を使用しているため競技の機関銃には該当しない。ベイリー機関銃は1874年にインディアナポリスのフォーチュンエル・ベイリーによって設計された。 初期のデザインにはいくつか問題があったが、ウィンチェスター社が1875年に稼働モデルを製造した。このモデルがアメリカ海軍に評価のために提出された。ウィンチェスター社とワシントン海軍交渉のパターソン大将との話し合いの結果、1876年1月にこの新兵器の試験が命じられた。試験は1876年2月11日に実施された。 類似の兵器に比べると、ベイリー機関銃は32口径と小型であったが、ベイリーは動作を確認するためのコンセプトモデルであるためと説明している。社内試験結果が非常に良好であったため、ベイリーは大口径にスケールアップせず、32口径のままデモンストレーションを行うことを選んだ。試験当日にベイリーは100発用球団ベルトを数本持参したのみであったため、 海軍評議会は、耐久試験には不足であるとして、公式な採用試験は行わないこととした。しかし、ベイリーの望みに応じて、非公式な試験を実施することは認められた。ベイリーは、デモンストレーションの際に非常に高い発射速度で、射撃を行った。100発を撃ち尽くすのに必要な時間は6秒であり、従って公式な発射速度は1000発、秒になる。 この評価試験に立ち会ったシカード中佐は発射速度を確認するための試験はまさに驚くべきものであった。6秒間で100発が発射され銃は連続した炎のように見えた。前段がスムースに発射された。と記述している。1876年の試験の際に描かれたベイリー機関銃のメカニズムのスケッチ1876年の試験の際に描かれた。 ベイリー機関銃の球団ベルト多重心、手回しクランクの使用という点で、ベイリー機関銃は表面的にはガトリング砲に似ていた。しかし、類似点はそれだけであり、ベイリー機関銃の発射機構はガトリング砲とは大きく異なっていた。重心はカムによって前後に移動し、下方にある時は前進した状態にある。クランクを回すと、 重心が装着されたプレートが回転し、球団ベルトも同時に回転する。回転に伴い重心は交代し、弾丸に覆いかぶさるような形で装填が行われ、遊程の役目を果たすプレートにロックされる。プレートには激震が組み込まれており、重心が最上部に位置した際に激鉄が激震を叩き、発砲が行われる。この時期のタノキ関銃はドラム型球団装置。 または、球団ホッパーを使用しており、装填可能な球数が少ないという問題があった。これに対して、ベイリー機関銃は、ベルト球団方式を使用しており、この問題を解決していた。ベイリー機関銃は採用されることはなかったが、ベルト球団式は革新的と考えられ、後の機関銃の多くが何らかのベルト球団方式を採用している。ありがとうございます。